皆さんこんばんは。武田邦彦の本当の話番外編深い話の時間です。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今回1回2回と続きまして3回目になりますけれども、はい、今回も埼玉県加須市記載にございます玉敷神社をお借りいたしまして、はい、一部お借りいたしましての収録の番組となります。そうですね、はい、今昼の休みを利用して、神社の方を宮司さんにご案内いただいてですね、はい、少し中の方も入らせていただいたり、はい、周りに大きなイチョウの木が2つあったりですね、うん、しまして、まあ、蚊も結構いたっていう話。言いました。刺されました。刺されましたっていうか僕なんかはいつも自然と共に生きることしてるんで、はい、蚊にはできるだけ刺されたいと特に蚊で刺す蚊はメスですからね。そうですね。しかもお産するために血がいるって言ってるんで、はい、その時だけを刺すそうです。はい、今お化けしたところです。はい、はい、そうですね。はい、ということで今回もゲストを改めましてご紹介したいと思います。はい、民族情報工学養生料理科でもございます。そして多摩美術大学非常勤講師です。井戸理恵子先生です。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本の文化というのは非常に独特で、はい、一番最初の1回目にお話しましたように世界で、温帯の島国は日本だけ、はい、大陸との間の間隔もちょうどよろしいと。それからもう一つは日本には山谷がかなり激しいんですね。はい、こうシワが寄ってますから、それで谷とかそういうところにこう群生した植物とかそういうものは、時代が経て寒暖の差がこう寒くなったり暑くなったりするんですけど、そのたびごとに少しは移動するんですが、大体そういう中に閉じ込められているということで、まあ、日本の自然というのは非常に多様なんですね。はい、例えば紅葉を取りますとですね、大体大陸の紅葉っていうのは三色と言われるんですね。うん、それはどうしかったら結構大陸ですから、生存競争が激しくて、まあ、大体メジャーな樹木になるのはこれとこれとこれっていうふうに決まってしまうんですね。うん、ですからまあヨーロッパとかそれからソ連ロシアなんかの方のものは、大体黄色を中心黄色褐色を中心としたものなんですね。ところが日本の場合は錦織りなすっていうんですけども、一応27色と言われておりまして、それはやっぱりその寒暖の差と島国、それから山谷がこう織り交ざってるというですね、そういう地形、それによってまあできてきたということで、先ほど神社の中の樹木なんかも見てきました。まあ、大変に多様で、まあ井戸先生の話ですと、あまり火災になったりいろんなことを防ぐためのその木をがですね、まあ巧みに植えられているというような話でした。はい、今日全2回はですね、はい、でかなり日本の文化っていうのを勉強いたしましたが、はいはい、さらにこれからはいよいよこのしきたり12ヶ月に入りましてね、そういうその四季折々というものを日本人はどう考えてどうやってきたか、はい、ということをお話しいただこうかと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは、はい、季節への祈り、節句を祀るということなんですけれども、季節をですね祈るということはどういうことかと言いますと、まあ普通にこう 何事もなく生活を、可能にしていくように、食べ物もちゃんと得られて、そしてもう四季がきちっとこう巡ってくるという、それがこうきちっと巡ってこないともう食べ物が作物が実らなかったりとかしますので、季節が普通にやってくるということを祈るんですね。でそういった中で、節句を祀るということがありまして、節句っていうのは一般的にはこう、五節句というのがあります。1月7日の神日、3月7日のひな祭りと言われて、5月5日の端午の節句、7月7日の七夕、9月9日の重陽というこの5つの節句があるんですが、まあ、残念ながらですねこれが今、明治以降、新暦で祀られてしまっているがゆえにですね、日本人の本来の節句が行われていないということが非常にこれ問題なんですね。でそれを今現代をこうからこう
本来の形に戻すようにっていう、まあ、イベントとかをしてるんですけれども、できればですねこの辺を少し皆さんにも考えていただきたいなというふうに、思っております。それでちょよろしいでしょうか。二十四節気を先日ちょっとお見せしたんですけども、二十四節気ということで、これは立春雨水啓蟄春分清明穀雨、まあ、横にこう流れて見ていくわけですが、大体この、まあ、立春立夏ってこの四流とか四流とかって呼ばれているところですね。ここは大体この季節が、春っぽくなり、またその春がまた消えるみたいな、こう要するに、三寒四温みたいな言葉がありますように、なんかなったかなと言いながらまた寒くなったり暑くなったり、でもそういう非常に微妙な時ですね。でもここで立つ。そして、この、例えば立春であれば寒さが緩んでくる雨水。雨水というのは、空が要するに空のその雪が溶けて、山の雪とかも全部溶けてですね、水になって変わってくるという時期で、ちょうどこの雨水の頃にお雛様を出すという、お雛様を、まあ、押し入れから出して、すという時期ですね。大体雛人形を出すという時期っていうことで言われてます。啓蟄が虫ごもりをしてた虫が出てくるとか、これはまあ季節の特徴が現れる、もう春だなっていうですね、ここら辺から少しずつ春の衣を出したりとか、まあ、そういった時期になってきます。そして春分とか、これはもう昼夜の時間の変わり目、時間がここでねピシッと変わってきますね。春分だからちょうどここで、まあ、春昼夜の時間が半分半分になる、春分でしたら。で、秋分もそうですね。で夏至は、長くなり、冬至は短く、冬至からまた長くなる、夏至は短く、そこからまあ短くなっていくとか、時間ということを表します。そして清明小暑寒露小寒、このあたりは本格的な季節の到来ということで、まあ、これからその清明というところですと、ここからも本当に夏に差し掛かってくるという、夏っぽくなってくるというですね、夏っていうか、まあ、春の一番こう極まりのところで、いよいよそういった季節が巡ってくる、ところになってきます。で完全にそしてまあ立夏という、まあ、そんな形でですね、全体見ますとこの4つ、春夏秋冬のところがこのような流れで、まあ、二十四節気というものは移ろいゆくということを、感じているということですね。はい、大体その春がだから、3ヶ月ですよね。はい、そうですね。3ヶ月と90日、はい、90日を6で割るわけだから15日一つずつ15日、あ、そうですね、立春15日、はい、大体まあ2週間っていうか2週間ぐらいです、はい、まあ、雨水が15日啓蟄で15日、うんうんうん、そしたら春分が来て、さっき見てましたらね、この秋から冬の方はね、春分が来たら次は寒露霜降かな、はいはい、それから立冬小雪大雪、これ小雪っていうんですか、大雪、はい、それから夏至小寒大寒と、ここはもう寒いことばっか書いたんです。そうですね、全部ここからね、そうです、そうです、秋分寒露霜降は霜が降るわけでしょ、はいはい、立冬小雪大雪夏至小寒大寒ですからね、うんうん、ところがこっちの方は春の方は春分が来た後、秋の方は春分からもう寒い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 って言ってるんだけど、こっちは清らかになった穀雨で、そうですね、なんか穀物の雨が降る、そうっていう風になって、こっちの方がこう華やかだっていうかあれですね、やっぱり。そうですね、一番、うん、一番その一年で最もいい時期が清明なんですね、うん、あ、なるほど、はい、で清明がもうこうちょっとこう初夏的な感じの感じがあったりとか、はい、で、まあ、穀雨、梅雨が来ると、はいはい、あ、梅雨の前ですね、それ、はい、梅雨はもうちょっと、うん、はい、まさにあれですね、昔は輸出入がなかったですから、季節が来なくて不作が凶作なんか続くともう命に関わると、そうです、はい、まあ、いうことだから、まあ、できるだけ季節の順調なね、緩む時は緩んでもらう、 そうです、それから季節の特徴を現れる時は現れてこなきゃいけない、うん、梅雨の時に雨が降ってもらわなきゃいけない、そうそう、
僕も一回ね地上波でね、うん、みんなまた今日も雨ですねって言ってるから、いや雨がなんで悪いんですかって言ったんですよね、うん、あなたお米食べるんですかってだから今の世の中はどっかでお米作ったやつが降ってくるから、雨なんか雨は困るんだってことね、うん、雨はちゃんと降らなければいけない、穀雨っていうんですかね、そうですね、はあはあはあ、ここで雨が降らないと穀物が実らない、実らない、はい、そう、そういうことですね、うん、はい、まあ、そういう、こう流れがあります。はい。まあ、こういうその季節の流れを、このようにちゃんと流れるようにということを祈る。それが、うん、まあ、天灯祭りっていう、お天灯祭りっていうのがありまして、天灯祭っていうんですけど、まあ、これ今、先ほどの方にちょっと関係があるんですが、太陽の運行を、司る神様のことを天灯神って言って、うん、天道を守るって、あの天の道と書きますね。ね、はい、はいはい、でこれがあの太陽の運行ですね、はいはい、それ天道神と言います、うん、別名五頭天皇とも読みます。あーー、はい、で五頭天皇、馬の頭の天皇で、日本の神様になりますとスサノオという神様として祀られます、うん、これは一体何かというとですね、太陽のこの運行がきちっと、回っているということが重要なので、その4月の8日、旧暦の4月の8日ですねに、天灯祭というお祭りをするんですね。お天灯祭で、これ今は、お釈迦様のお誕生日、お花祭りっていうのが4月8日になってますけれども、本来は日本では天灯祭というお祭りだったんですね。でここであの何をするかというと、山に行ってさつきとか、あの卯の花とか、まあ、そういったお花を持ってきて家の角々にお祭りしまして、そしてお天道様があの無事やってくるのをね、お待ちするわけですね。そのじゃあ今先ほど伊藤先生が言っておられたように、早く太陽太陰節に戻さんといかんですね。そうです、はい、戻すことによって体調が整うじゃん。あ、そうなんです、そうなんです。で天道祭の時だから4月の8日の頃って、だからまあ中あのお日柄いい頃に山に花を取りに行くっていうのは今で遠足みたいなもんですね、うん、あ、なるほど、なるほど。で山にその花を取りに行ってて、山はじゃあ何かっていうとご先祖様たちの魂が上がっていくところなので、ご先祖様たちにアイネで言えばイオマンテのようなもので、あの私たちの食べ物をねちゃんと確保してくださいっていう、まあ祈りのようなものですね。なるほど。で要はその神様がゆくゆくサツキ、サの神になるっていう、サの蔵に宿る神になるんですね。サの蔵に宿る神っていうのは、要するに私たちに稲のをもたらす神になります。これが山の上にいる、だからその山の上にいる神様を、だからその、穀物の神であり天灯神っていうのは要するに同じような役割を持っている。だから全部は本当は天灯神だったんですけど、うんうん、その天灯神が姿を変えて穀物の神になったり、うんうん、ご先祖様になったりみたいな、それが山の上にいらっしゃるのでそこに遠足に行くみたいなことが行われていたのがちょうど、花祭りの頃でした。だからこの花祭りはお釈迦様の誕生を、お祝いするというのではなく、ご先祖様たちに会いに行くという花祭りっていうのがあったんですね。でこれがですね、この天灯祭が4月の8日ですね、お祭りされて、うん、今度この7月のねこの辺りにまたお祭りされるんですね。はあ、でこれは何かというと、うん、花供養という形ですね。はい、でそれは、この微妙にこの 間, の間だったりね、このところに差し掛かってきたりとかするんですけど、はいはいはい、花供養なのでですね、カゴの中に花を入れて供養する花絵式とか、まあ、そういったお祭りとして行われていたりする。でそこの原型はそもそもは天灯神を祭りするものだったということですね。これを見ますと、まあ、先ほどこの前お話聞いた7日っていうのが下限でしたかね、月は上限、上限ですね。あ、上限ですか、はいはい、これ1月7日 と,、7月7日が、はい、それぞれ春の七草、はい、秋の七草ですか、はい、
でこれを今これからご説明しますが、日本の節句には古く命を守る機能があったということで、ご節句は特に先祖供養とか先祖との関わりの中で命を守るという方法が伝授されています。1月7日は七草がゆ、でこの七草がゆというのも、七草というのは2つあってですね、青い草の方ですね、箱べらとかね、五行とか、ああいったその七草と、もう一つですね、七種類の穀物という意味もあってですね、で春に七種類の穀物を食べると、まあ、その体が整うという考え方があったりします。雑穀というんですか？そうですね、そうですね、うん、はい、だから雑穀がゆみたいな、雑穀がゆ、はい、そういう、ものを食べるという方がより古かったということが言われています。最近雑穀を食べると健康にいいとか言ってますが、はい、それはもう本当ですか、ね、昔からやってたんですね。ああ、なるほど、はい、それはこう成分がこう米だけじゃなくて、はい、ちょっと違うものも食べるということですかね、はい、古くはやはりその稲を食べてるっていうか、お米を食べてる人たちはすごい少なくて、うん、逆にお米の方が少なかったので、まあ、そうですよね、はい、だからキビとか、アワとかヒエとかですね、だけど米の方が美味しいっていうか、昔の書物読むと、やっぱり泡とか冷えばっか食べてるともうだんだん食欲がなくなってくるんで、うん、時々は米を食べてデラックスにやるなんていう記述ありますけどね、はい、お米というのは、うん、火って言ってその一番真ん中なんですけど、うん、他の、例えば、朝飲みとかっていうのは春食べると良いとか、うん、はそれはあの体が冷えを取るとか、はい、はいはい、それから、まあ、泡を食べて、そして、夏は、キビを食べるといいとか、キビは解毒作用があって、体の中にあるこう毒素を排出させる効果があったりとか、その、やはりその中国の五行に合わせて雑穀もある程度こう、ね、その実る時期とかもあってですね、ありますからね、はい、春は何だったか、夏は酢の物、秋は銅とか、冬は油とか言って、なんか漢方のお医者さんが昔明治時代に、はい、なんか四季折々の適した食べ物を食べなさいと、はい、こんなこと言ってますけど、はい、春はですね、酸味のあるものということで、うん、春はまあ肝臓が、特にその肝臓が疲れちゃうとそのまんまね、やっぱ体調壊しちゃったりとかするので、はい、こう酸味のあるもの、はい、で夏は、苦いもの、苦いもの、うん、はい、で夏、まあ、大体この辺りなんでね、今のよりもちょっと遅めなんですね、だからゴーヤとかもそうですし、はい、ウリ系、キュウリとか、はい、あれは苦いって味になるんですね、はいはいはい、でそういうものを食べなさい、ウリとかがですね、そして、秋は、白いものを食べなさいって言って、うんうん、で味で言うと辛いものですね。辛いものです、はい、そうそう、そこでもね、はい、確か思い出しました、はい、秋は辛かった、辛いものでしたね、はいはい、でこの辛みというのは大根の辛みとか、うん、そういう辛みですね、はあはあはい、食欲が湧くってこともあるんですかね。食欲が湧くということもあるんですけど、はあはあ、ビタミンというかね、こう潤いを保たせる、だからレンコンとかもそうなんですが、白いものとか、辛みのあるものっていうのは、うんうん、少しこう体に潤いを持たせるというところがあったりします、うん、で肺の機能が弱るんで、はい、さっき言ってられましたね、はいはい、肺には白身の白い野菜、ネギとかもそうですね、ネギも辛いですよね、はい、まあ、家で部屋に布団を敷くときは窓から離して敷けというのがあって、うん、そうですね、それ冷気が降りてきて、はい、それでそれを吸って夜寝てると肺が弱ると、そうです、なんか言いますよね、はい、で特に秋はここに憂いって書いてあるんですけど、うん、はい、そうですね、秋の心ですもんね、うん、これ見るとでね、こっちの憂いはね、うん、春の方の憂いはね、はい、心の憂いなんですよ、あ、はい、でこっちねみんな憂いと思うじゃないですか、こっちはね呼吸が浅くなるんですよ、ああなるほど、こっちはあの五月病、あ、そう、こっちは五月病、こっちはあの肺炎、そうそう、でね、こっちはね、うんうん、こっちのあの憂いです、こっちはって、すみません、こっちはなんか愛情がこもってますいや、なんかね、そちらの方の憂いっていうのは未来に対する機運なんですよ、あ、なるほど、うん、まだ起きてないことに対して、なるほど、なるほど、で、こっちはどちらかというと、はい、過去のことを憂う、なんかなんかもうみんな死んじゃったなとか、あ、そうかそうか、寂しい季節になっちゃったなみたいな、友達もみんな他界したな、あ、そう、それが秋ですか、そうなんですよ、そうなんですよ、だから春はこれからっていうね、これからだから人間の体は実は四季とものすごく、なるほど、
随行しているということですね。4月に就職したけどもなんかうまくいかないし、これからどうなっちゃうんだろうな俺はつって5月病になるのが憂いだと。憂い憂い、そうです。でみんないなくなっちゃったなと言って、その、うん、ほら季節ももう秋になっちゃって、落ち葉が落ちるのを見ると俺も青くなるから寂しいなみたいな。それが年を取れば取るほど、うん、こちらの憂いが強くなっちゃうんですね。なるほどね。そうすると人間は憂うと死んじゃうんですよ。なぜかっていうと呼吸が浅くなる、うん、ああそうね、何でも明るくいかなきゃいけない。ああそうですそうです、ね、死ぬかどうかはお天道様が決めてくれるんだから、そうなったらそうなったでしょうがないじゃないかと。そうなんです。マスクなんかしてどうするんだと。マスクですね。そうそう。でもやっぱりその生老病死っていうことに対してだんだん年を取ると、だんだんこうねこっちの憂いが強くなってくるんでね。なるほどなるほど、うん、それはもうね年齢とともに仕方がない。そのためにあの用意されているのが秋のお祭りなんですよ。ああなるほど、はい、あ秋の祭りって収穫祭とか、はいはいはい、ものすごい楽しくして、はい、そこであの憂いを払うっていう。なるほど。だからコロナでもやっぱりお祭りはね、すべきなんですね、うん、ああなるほど、うん、秋の方はしょっちゅう酒飲みに行った方がいいってことだな。そうですね。だから 春は あんまりお祭りしなくても、うん、あの、ね、うん、世界がね前向きの世界だから。そうそうそうです、うん、ね、明るいじゃないですか。明るいです。だけど秋になってくるとだんだんこうだんだんドヨーンとなってんで、だんだん日もね沈んでくるのが早くなってくっていう、そういう時に人々がみんな集まって楽しく過ごすという時期がやたらと増えてくるのが秋なんです、ね。国粋主義者としてはね、日本人がなぜ素晴らしいかっていうと、太陽の上がる方向へ太陽の上がる方向へと目指してきたのが日本だと。だから日の丸ね、うん、それから日のいずる国となって、うん、そっちは、希望が湧いてくるっていうわけですから、これですね。そうですそうです、はい、それであの都市を作りますとね、平原に都市を作ると、都市というのは必ず西側に発達するんですよ、うん、それはなぜかって言ったら、朝起きた時ね行きたいのは東にやっぱり行きたいんですよ、太陽の方に向いて。だからあの ここにオフィスがあると、オフィスから見て西側に住宅がね伸びるんですよね。不思議なもんですね本当、うん、ですのでこの七草も、春の七草は生きるための七草で、うん、なるほど、こちらの七草は逆にね薬となるんです。なるほどなるほど。薬、要するにここで生きてきたところでの体の不調を整える薬としての七草なんですね。だから今あの見るだけの、藤バカマとかね、萩とかそういったものっていうのは今見るだけの七草になってますけれども、うんうんうん、本来は薬草としての効果もあったっていうことですね。あともう一つはあの3月3日、5月5日、9月9日、重陽節、はい、ここも、はい、ここはまあ言ってみれば節句かな、これ節句です、節句です。あ、はい、節句はこれただ季節と関係なく語呂で決めたんですか、3月3日、5月5日、それがですね、もともとはあの1、3、5、9、7、9っていうの、うん、そうですよ、奇数ですね、はい、奇数のね、うん、ダブリですもんね、はい、奇数の七五三、そうです、七五三はね違うんです、違うんです、ね、七五三もそうなんですけど、つまんないかと思っちゃいけないんだ。まず一つずつ説明しますと、これは奇数っていうのは天の方が力がある、だから私たちの方が力を取られるっていう、剣って天天ですね。天、天の数字、神々の方の世界の数字なので、そっちが立派だから向こうに魂取られて弱っちゃうと。弱っちゃう。そう。だからこの頃は体に気をつけなければならないっていうことで、なるほど。で、この時にみんなが集まって互いに魂を寄り寄せて、はい、でエネルギーもね、こう高めてお祭りをするっていうのがこの頃なんです。なるほど。だからこの頃は体が弱るので、うんうん、よく気をつけろということです。なるほど。それで餅とかおはぎを食べると。そうですそうです。あ、うん、これおはぎ食べたりお餅食べたり、その季節のごちそう食べたりするんですけど、うん、はいはい、ただこれが今はあの新暦なんですね。新暦だとずれちゃって、そう、ええ、だから早く新暦の廃止運動しなきゃいけない。そうそうそう、福沢諭吉先生に対するね、恨みを晴らさんっていうか、もうね、本当にあのそうそう、挑戦、諭吉への挑戦っていうね、なるほど、そうそう、改暦令をね出した、はいはいはい、そうなんです。で、まあ、実際この3月3日は上司の節句といって、うん、あの蛇が衣を変える、はいはいはい、あの脱皮する頃なんで、ね、はい、脱皮をする頃っていうのは人間も、うん、あの要するに何ですかね、衣替えをする頃であり、
脱皮をするってことは生まれ変わる再生ということだったん で、再生の儀式が実は3月3日なんですね。3月3日に脱皮するとやっぱりそれから気候が良くなってくるので、ここで脱皮しても生き残るってことかな。そうですね、脱皮するっていうのは、そうですね、かなり危険ですよね。はい、はい、で3月3日って言っても実際のところはさっきの 4月の8日とかあの辺なんですよ。そう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 、でもう田植えの寸前というかそんな感じですもんね。そうです、で桃の節句っていうふうに言われているのも、桃というのは、昔から漢方でも、あの要するに崑崙山の仙人の食べる食べ物って言って、ホルモンを活性化させるということとか、あとこれ気変に兆しと書くんですね。ああ気変に兆しですね、良い兆しをもたらすということでのことだったり、あと桃の節句で祀られているのは、一つは桃なんですが、もう一つは何かご存知ですか。あります、あります。よくお雛様に飾ってある大々っていう、なんか柑橘系の立花ですね。立花、はい、桃と立花だもんね、皇居のあの桃と立花ですかね。そうです、桃と立花なんですよ、桃が、右側にまつわり、立花って立つということですね、立つ、だから立つっていうのは、魔を払うっていうこと。なるほど。で、あの柑橘の香りで魔を払うっていうことなんで、いわばあれは時軸の家具の好みといって、陽明天皇、あの聖徳太子のお父様が倒れられた時に、聖徳太子が立花守に命じて、常世の国から持ってこさせたと言われているのが時軸の家具の好み。これは柑橘系なんですね。なるほど。だから日本に柑橘系がいっぱいありますが、だいたい柑橘を食べる時期っていうのが冬の時期からこの小ぐらいの時期までなんですね。なるほど。はい、それはすべて風邪を払う。柑橘の匂いが臭くなると自分の体調が悪いっていうのを読んだことがあります。そうですね、はい、あのね、健康を守るためにね、みんなが錯覚していることがあるわけですよ、それはなぜかって言ったら、僕らはあの単細胞生物から5億5000万年前に多細胞になった、で人間の体はまあ60兆とも言うし、まあ意見の違う人もいるんですが、まあ、60兆個の細胞が固まって、より集まってより強い体にしたんですね。ところがどうもそれがうまくいかないと。でそれからまあ1億年ぐらいの間に、仲間が、今井戸さんが盛んに言われてますけど、仲間がより集まらなきゃダメだってことになって、そっちの方が強いってことが分かってね、それで群れっていうのができるわけですね、それでおそらくはですね、まだ発見されておりませんが、まだ発見されてないって生物学的にはもっと前で、今この60兆個の細胞相互の連絡はしてることは間違いないんですけど、現象としてはどういう手段か分かんないんですよ。まず電気信号じゃないんですよ、物質でもないんですよ。そうするとなんか伝達はしてんだけど分からないんですね。でまあそれ随分研究されてるんですが、まあもちろん人間ではあまりにも複雑で分かりにくいんで、非常に下等動物の多細胞系をってやってるんですけど、ダメなんですね。で今度はその多細胞系が今度集まる、例えば単細胞系がなぜ集まるかっていう、例えば典型的にはボルボックスっていう生物がいるんですが、ボルボックスっていう生物は単細胞生物なんですよ。で気候のいい時は単細胞でじゃんじゃん生きてるんですけど、気候が生活が苦しくなるとずっと寄り集まって、それで一個になるんですね。これでまた気候が良くなったり餌がうんと多くなるとバーッと離れていくんですね。あのオスメスもそうで、どっちかっていうと最初のオスメスっていうのは気候が悪くなるとオスメスが合体して、それで気候が良くなるとまたバラバラになるっていうことで、多分ね今ね井戸さんのやつを聞いてるとね、気候が悪くなるとね、より集まらなきゃいけないんですよ。それでこうみんなで酒飲んだり食べたり話したりすることによって集団になるので、もっと強い生物になるわけですね。その時にやっぱり寄り集まるんじゃないかとこう思うんです。だから寄り合いがあるっていう時は大体寄り集まった方がいいってことですよね。そうです。だからあの災害とかの時って、大丈夫だよ大丈夫だよって言うと絶対大丈夫じゃないんですよ。みんな不安だから大丈夫だよ。なんか寄り集まると安心だねってじゃないですか。緩むんですよ気が。なるほど。緊張してるものがバーッと緩んだ瞬間に、
なんかこう体の中の細胞が活性化するみたいな、うんうん、それは頭の方に意識がないっていうか、うんうん、頭で考えなくてもいいんですよ、うんうん、緩むから、うんうん、みんながいることによっての安心感で、別に一人でなんか一生懸命考えなくても生きられるような感覚っていうのがあって、だからこうあの似たような感じの人たちが集まると安心感があって緩んで活性化していくっていう、うん、あのね、50歳以上の男はね、うん、一人でいようとするんです、うん、だから早く死ぬんです、うん、できるだけ群れた方がいい群れる群れる、そうそうそう、うん、次もありますよね、いいですか、ですこれは、はいはいはい、あ、じゃあどこもちょっと一つ、もうちょっと戻って、ね、はい、戻って、もう一つ戻っていただいて、はい、すみません、今3月3日だったんで、すみません、5月5日と、あ、3月3日と9月9日だね、9月9日ね、ついになってね、そう、一度ここがついで、餅とおはぎだ、そうそう、餅とおはぎ、うん、ここがね、ついになってるんですね、うん、このついになってるのは春彼岸、彼岸って言って、はいはい、まあ、要するにこう、うん、とトワイライトゾーン的な感じで同じ時間、ね、うん、なんかこう時間がこうすごくあの世とこの世が近いみたいな感じですね、ここはすごい近いんです、うん、で3月3日はひな祭りというお祭りがあって、うん、この時に人形で供養しますよね、はいはいはい、ひな、はいはい、あのひなを流したりとか、で逆にこの9月9日も実は後のひな祭りといって、ひな人形を祭るという、これ一回出してね、虫干しをしたりとかっていうのがあるんです、はあはあ、でまたこの頃に、あの今の時代だ と、よくあれ菊人形とかあるじゃないですか、そう、うん、そうそうそう、うんうん、あとこのね9月のちょっと前にさつき、八作人形とかって言って、やたらとこの頃人形の、ね、供養がされるんです。要は3月3日も9月9日も 人型でね体を払うっていう、うん、そういうのがあって、うん、まあ、対になってると考えられます、うんうん、でこちらは、あ、こっちがボタンですよね、うん、ボタンですね、ボタンはまあ春の、一番こう、はい、エネルギーが強いもの、はい、魚、あの、はい、花の王と言われているんですね、うん、花の王ですもんね、はい、花の王であり、うん、根からやはりそのホルモン剤的なね、うん、あの体を温める、はい、そういった薬が取れるんですけど、うん、で9月9日こちらの方は、うん、目が疲れやすくなるんですよ、目、肝臓が疲れてね、肝臓、そうそうそうです、肺の機能が高まるんですけど、と同時に肺の機能が高まるのはこれからその秋冬にかけて、うん、肺の機能を高めないといけないということで、はいはいはい、機能が高まる、はい、そうすると逆に肺というのは金属なんで、金っていうね、五行で言うと金、で目と、あの肝臓は木で表す、うん、木で表されるんです、うん、であと、木はあの斧で切れるじゃないですか、はいはい、要するに金物で切られてしまうっていうようなところで、五行では総国って言われてですね、はいはい、ここで肝機能がちょっと低下するんですね、うんうん、なので、うん、菊で、菊、はい、菊の花とかね、あの黄色いものですね、まあ、栗も黄色いんですけど、黄色いものを食べるっていう、そうすると目の機能が活性化するというふうなことが言われています。僕は痛風を防止するには菊の花なんです。ああ、いいですよ、菊の花ですよ、菊の花、はい、菊の花は血をきれいにするんです。ああ、そうですか、そう、だから肝臓もそうで、お、はい、痛風もそうですよ、血の中にあの結晶が出てくるからね、はい、うん、だから菊の花をお酢ですると、うん、お酢も、はいはい、あの痛風の薬になるんですね。でも痛風の一番の薬は何かっていうと、はい、断食なんです。あ、そうかそうかだけどこの頃は痛風になぜなるかっていうのは、男性の体の中にがん細胞ができた時に、うん、体が血の中のあの、あのあれね、結晶、うん、のあの濃度を高めて、ええ、それでがん細胞を攻撃するというものもあります。あ、そうですか、はい、研究、はい、だからか、あの体は尿酸を合成する 72% あの人間が合成してるんですけどね、合成も下げずに尿中に尿酸を出すこともせずに、血中の尿酸値を上げたまま血小を出して痛みに耐えてくれと、その代わりがんは治すぞっていうシグナルではないかという研究もあるわけです。へえ、そうですか。僕はね、人間の体っていうのは考えてやってると思ってるんですよ。あ、体は考えてますよ。だから例えば血圧が高いと、はい、心臓は血圧が高いのは知ってるけども、血圧を上げて血の巡りを良くしないとこの人危ないなと思うから血圧を上げる、全部そうなってんだから、うん、
な血圧が上がったら高圧剤飲むとか、それから尿酸の結晶で痛風になったらどうするなんてことしちゃいけないと。だから僕は痛風になっても痛みを我慢して、これはがん細胞を殺してんだってことになって、辛いけどね。いやいや、ですね、辛くないようになるということも大事なので。なるほど。辛いということはストレスになるから、ストレス別なところにストレスで体を攻撃することもあるので、はい、だからそうじゃない状態を作るために昔の人はこういうことを教えてくれている。なるほど、はい、で、あとは今の先生がおっしゃったことで言うと、道元禅師が正法眼蔵の中で言ってるんですけど、はい、体はもう醍醐だって言って、醍醐っていうのは大いなる悟りだって言ってるわけですよ、はいはいはい、すごいとか思ったんですね。もう体は悟っちゃってるんだと。そう、もうね、私たちがこんな細かいことをうだうだ考えてるよりも体に従いなさいと。そう、うん、体の方はもう全部分かっちゃってるんだから、体に従った方が、だからその先ほどから言ってその味覚とかその聴覚とか、その後そう目で見た、味覚があるのはそういうことですからね。そうです。だから味覚がなくなっちゃうと、もう体の機能がもう本当に危なくなってしまっているので、だからそういうこう目が見えなくなるのだって、本当は見たくないから見えなくなる、こういう情報見たくないんで、多分自然界を見てたら目が良くなるっていうのはもう当たり前のことで、それはもう自然界を見てると、それ生きるっていう方に促される。だけど多分こういうのねはね、体は見たくないですね、見たくないから目が悪くなるの当たり前っていう、であればそれを補完するための何らかの栄養素っていうことで言えば、昔の人たちが言ってることをそれはもうデータですからね、もう体も全部知ってるっていう、そういうことをね、道元が言ってて、三十いくつで分かったってすごいなとか思って、いや道元すごいなってやっぱり思いましたね。それは使えるな。俺道元だからね、飲みたい時は飲むんだ。いや違う、それは分かんない。もう次行っていいですか。いやもう一つだけ。もう一つ。あと5月5日、はい、5月5日っていうのがあって、5月5日は端午の節句なんですが、これは薬の節句ですね。でこの頃に、薬を取りに行くんです。なんでかっていうと、植物が一番元気だから。あ、なるほど、はい、だから、まあ、大体6月の、雨季の頃ですね、はいはい、雨季の頃で、はい、馬の時間、要するに正午です、正午、正午ね、正午、5月、旧暦の5月5日の牛と書いて、牛じゃないけど牛のような字を書いて馬と読む、馬と読むんですね、はい、子供と書いてネズミと読む、ネズミと言います、はい、子供、そうですね、これ四五線と言います、四五線ですね、はい、はい、でこの頃だから夏のね、もう真っ盛りなわけですよ、5月5日って本来であれば、本来今は5月っていうね、これ馬の月って言ったってよく分かんないから、5月っていうとまだ今年早い、始まったばっかりみたいな感じで、新曲ですね、5月はね、うん、僕4月から始まるようなイメージがあるので、今年まだ始まったばっかりだと思うかもしれませんが、もう5月ですから真ん中ですよっていうことなわけです、でその時に真ん中で整えるってことが重要なんですよ。だからもうここで一回整える、だから ここで衣替えして一回ここで体全部整えるっていう、不調とかを全部治すっていう、それでまあ薬の節句とか言われてる、はい、そしてまあ4月なのか9月9日っていう流れがあるで、この中でまあ先祖供養したり、みんなで集まったりしてエネルギーをお互いに保管して、家に旧暦の日めくりみたいなの置いておくべきなの。今でもそういったものも作ってるところありますね、うんうん、そうですか、はい、あとは日めくりのカレンダーだと旧暦も一緒に合わせてあったりとか、やっぱり全体が見えないといけないので、カレンダーが、私はこれがカレンダーであるべきだと思ってます。なるほど、ね、丸いカレンダー、ここ丸いカレンダー、はい、次は言っていいですか、はい、あ、言っていいです、はい、次丸かったんですよ、はいはい、これはそれでさっきのこれが、簡単に全部説明してます。あ、そうかそうか、はい、で1月何日か無病息災、はいはいはい、邪気払いをしましょう、はいはい、で3月3日人形と水で汚れを払う、はいはい、で5月5日は、この薬草など薬の力で魔を払う、はいはい、薬とかね、はい、そうですね、で4月7日供養することで力をいただく、なるほど、そしてまあここが菊と栗で養生する、まあ、食べ物、秋の食べ物ですね、なるほど、養生するみたいな、はい、この隅田川とか熊野っていうのはこれ何ですか。これはですね、お能なんですね。でこれちょっとこの後にお能の話をちょっとしようかなと思ってます。はい。次は。はい。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。はい、これ行きましょうか、ね、
節句の祈りでお能のねいろんな演目というのがあるんですが、うん、見事にですね節句のことを言っていることがあってですね、あまりにも能楽師たちは、まあ、型というの型をねこうずっとで物語の細かいところってあんまりご覧になられてなかったので読んでみるとすごいことがいっぱい分かってですね、はい、こういう季節の今移り変わりはお能の中に入ってる。そうなんです、はい、例えば3月の頃に回れる西王母とかね西王母っていう、はい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 、中には桃持ってるんですよね、この西王母がなんで桃持ってるんですかって言ったらなんででしょうみたいなね話なんで、これは3月3日のとかって話をしたりとか、まあ、隅田川とか川ですね、桜川とか隅田川って川、うんうん、要するに三途の川なんです、うん、ああなるほど、うん、で三途の川の向こうとこちらの話なんですね。彼岸ですね。彼岸です、うんうん、っていうことだって。隅田川っていうのは、両国のあたりですね。そう、うん、両国って何の両国かご存知ですか。おそういう意味死の国といやいや違うか。もちろんそれもあるんです。そう、それもあります。死の国とこの世の国っていうのもあります。もう一つあるんです。もう一つは、下総です。下総と武蔵という二つの国っていう二つあります。でこの川の向こうを祀ることによって川からこちらを全て汚れを払うっていう考え方があって、で昔例えば、富岡八幡宮ってありますよね、うん、富岡八幡宮っていうのは今は富岡ですけど、もともとは永泰島八幡宮だったんですね。永泰というと何か頭の中に、いやな、えらく寿命が長いっていうか、じいさんに続くって言ったような、ね、でもそれは永遠に続くということはありえないので、よく永泰供養みたいな、永泰供養、はい、死後の世界なんです、うん、死後の世界、うん、死後の世界ですね。だ死後の世界を祀るところだったんですね。要はあの辺りっていうのは遺体がこう流れ着いたりとか、死の死んだ人を持って祀る地域だったんです、うん、なので恵光院というところがあったり、うんうん、お寺とかやたらとありますよね、あなた、はいはいはい、日本ではだいたい死んだ人は神様でしょ。そうです。だからまあそれを祀るという、はい、なので例えば関東大震災の遺体を全部あそこにで祀ったり、うんうんうん、それからまあ、昔からね江戸の大火事って言って火事がすごいたくさんあったんですが、 火事で亡くなった方々はみんなそこで祀られてるんですね、うん、なるほど、はい、死者を大量の死者の魂を持って祀って、うんうん、祀るところっていうのがあの隅田川の向こうなんです。なるほど、なるほど。だからそういうこう完全に祀るっていうことですね、はい。それからあとこれが面白いんですけど、枕地蔵とか、菊地蔵っていう演目があるんです、うん、これはあの菊の中から出てきた精霊が、うん、山の中にいる精霊なんですけど、うん、この精霊が、700年だか800年っていうね、こうすごい長寿の精霊なんですね。でこのなぜその長寿になったかっていうと、その菊のね力で、長寿になったっていう話をするんです。でそこの中でこの枕地蔵、菊地蔵、それからもう一つ少女というのがあるんですが、少女、少女、少女、うん、はねこっちの少女ですね、猿のお化け、はいはいはい、猿のお化けの少女、猿のお化けですね、はいはい、猿のお化け、猿のお化けの少女で、はい、猿のお化けの少女もこの頃に回れたりとかするんですけ ど、なるほど、これもねみんなね海から現れるんですよ、うんうんうん、でこの菊地蔵も、少女もみんな海から現れる。なるほど、うん、要するに水から出てくる、はいはいはい、水との関わりが強いんですね、うん、っていうことは 水に注意しなければならないとか、あるいは水からエネルギーをもらいなさいとか、うんまあ、そういうことの中にあって、なるほど、今の、アマビエ、アマビエの、アマビエというのもアマビコというのもみんな海から現れた妖怪なんですね。で三本足の妖怪だったりとかして全部魔を払うものですから、あの同じような、要するにこのお能の中に世界に出てくるこういう主人公たちと似てるんですよ。同じなんですよね、まあ、それもちょっと思いました。なるほど、まあ、これで一応この回というか、はい、いいですか、すいませんちょっと待って、はい、いやいいです、はい、まあ、日本は四季折々でありますから、はい、
それによって体調も変わってくると、うん、頭脳の様子も変わってくると。そうですね。だからっていうのは何か分かっていただけないですか。今日の講義で分かったのは、はい、危ない時は群れろと、はい、いうことが分かりましたね。集まるっていうことがやはり人間の体にもやはり影響するっていうのが、うん、いろいろなそういった行事ごとを合わさったことでもより分かりやすくなる、ね、僕はあのね、必ず人間と人間の間にはテレパシーあるっていう、ね、ありますね。そういう考えで、はい、でテレパシーというようなその細胞と細胞の間もそうなんですけど、うん、通信手段が単に見つかってないだけと、うんうん、今の通信手段というのは音とか光とか、はい、そういう人間の五感に感じるものだけが通信手段なんですね、はい、本当は人間の五感に感じない通信手段があるんだけど、はい、何しろ人間が感じないから見つからないと、うん、まあ、いうことじゃないかと思いますけどね、はい。ではいよいよまだお話も深くなっていくということではございますけれども、はい、今回の回、まあ、季節への祈りそして節句を祀るということでお話をいただきましたのは多摩美術大学非常勤講師でもあります井戸理恵子先生でした。ここまでは武田邦彦の本当の話番外編深い話のお時間でした。今回も先生方ありがとうございました。はい、どうも失礼いたしました。To this place.